第1ラインは右に石原、そしてセンターバックがアレクサンダー・ショベツとホイブラーテン、左が渡辺龍馬です。中盤ですけれども、アンカーにグスタフソン、その前に伊藤敦樹と大久保、前線は右に前田、左が中島翔也、中央にはチアゴ・サンタナ、こういったメンバーになります。ゴールキーパーはポープ・ウィリアム、そしてディフェンスラインですけど、右に加藤蓮、センターバックが上島と渡辺大輝、左が加藤ひじりです。中盤ですけれども、アンカーに坂木原、その前に渡辺浩太と天野、前線は右に水沼、左に井上健太、中央には塩貝という、こういったメンバーになります。その大久保から中島、シュートだー。斜めの角度から狙っていきました中島翔也ですが、枠の右でした。ポープ・ウィリアムからのボール、水の前ワンタッチで落として渡辺豪太、渡辺からのボール、さあこれが翔也に収まる、打っていった。またニアへのボール、パーサイド流れていって、このシュート浮いてしまいました。伊藤敦樹、まあ、ボール流れてきましたけれども、決めることはできませんでした。伊藤です。抑えたかったですね、フリーでしたしね。中島が一度落として渡辺大輝から、ちょっとここは引っかかる、頭近かったですが、またもう一度渡辺大輝がこの井上に渡した。井上縦に仕掛ける、そしてクロスが入る。でしたけども、山田陸バーの上でした。さあ中島が持っていきながら浮かしていく、さあボールが繋がる、中にカットイン入っていってシュートだー。アウト、左でした。ここの中島とやっぱ大久保のラインっていうのは非常にこうお互いが分かり合ってますよね。はい、渡辺龍馬、今左に大久保が流れていきます。ここ入れ替わる、ただ中島翔也の守備、タッチを割って、あれボールスローインです。大久保、そして中島、中島からさあ前に持ち出してシュートが来た。2列目からスルスル上がっていく、この感覚ですよね。パスタッチも決まりましたし、よくうまく流し込みましたね、はい、あとここの中島翔也のスルーパスもすごく丁寧で奥スルーパスでしたね、うん、さあもう一度コーナーキック、先ほどはニアでしたが、今度はファーへのボールになる、折り返すアレクサンダー・ショルツ、どうかな、押し込めないか、わずか左というところでした。惜しいシーンでした。最後はホイブラーテン、修正するとしたらマリノスの方だと思うので、はいはい、どういう形で入るのかというのは見ていきたいですね。渡辺浩太から、そして加藤蓮からのボール、この位置に飛び込んでいきました。塩貝です。大久保、中島、渡辺馬から中島、さらには大久保、大久保のクロス、おいこれだ、うん、たちょっとビートできませんでした。チアゴ・サンタナ、さあこれ取れればというところですが、ここは西川からのボール、西原へ呼んでいるグスタフソン、そこにボールが入って、ここから縦パス入れる、さあ伊藤敦樹が持っていく、ここからシュート、センターに来た、今日自身2得点目。あの位置からシュートを選択、左隅に決めました。やっぱり1点目が先制点のところで、はい、やっぱり気持ちが解放されたのが、やっぱこの左足のシュートにつながっているとは思うんですよね、はい。浮かして大久保を使っていきます。
大久保縦に行った。大久保が持って行って中を見て、ここからマイナスのボール、中島翔也ナイスキーパー。そしてクリア、渡辺大輝、ヤンマテウス中に入っていく。ここから柔らかいボールですが、クリア、佐藤のクリア。そして中島翔也のところ、ヤンマテウスと山根でボールを奪って、もう一度ヤンマテウス、ヤンマテウス中に入って狙っていった、しっかりとキャッチをしています。ここは西川のキャッチ。ヤンマテウスのところからこのクオリティでチャンスを作り出してますよね。そうですね、どんどんマテウスに渡したいですね。ヤンマテウス中に入っていく、ヤンマテウス。さあここから加藤いじり、そして宮近が来た、ここが上田が、加藤ひじりの左足ですよね。あ、失礼、加藤の左足です。右でヤンマテウスで作って、左のサイドバックの加藤ひじりがここの、ね、中に入ってきたのは大きかったですよね。の落としで加藤ひじりでした、はい、3人目の入りからの左足のダイレクトシュート、素晴らしかったですね。近くでロングボールでいいと思うんですけどね。大体からのボール、ここでマイボールにしたいところですが、西川のキック、そしてここで長い笛が吹かれました。伊藤敦樹の2得点、浦和レッズ勝利。